皆さんこんにちは、カワウソ編集長です。西暦1582年6月2日は日本史上の大事件、本能寺の変が起きた日です。ここから半月の間に天下は織田信長から明智光秀で、さらに羽柴秀吉へと二転三転しました。しかし本能寺の変でひどい目に遭ったのは信長だけではなく、あの徳川家康もそうでした。今回は家康が九死に一生を得た神君伊賀越えについて解説します。天正10年5月、織田信長は武田勝頼を滅ぼした家康の功績を称え、駿河遠江の2国を家康に与え、安土城へ招待します。家康はこのまま上洛、次に堺に向かい、豪商との間で人脈作りをし、6月2日には堺を出て再度京都に戻るところでした。そして現在の大阪府枚方で本能寺の変の知らせを受けたのです。この第一報を聞いた家康、逃げようとするかと思いきや京都に突入し、浄土宗総本山の知恩院で信長の後を追うと言い出したそうです。しかし家康が諦めるのも無理からぬ理由がありました。第一には、家康が従えている友の少なさで、徳川四天王と石川数正、伊賀の服部半蔵など総勢34名で足軽は引き連れていません。これでは明智軍に遭遇するどころか、農民の落ち武者狩りでも勝ち目はありません。農民の手にかかり無様な最後を迎えるくらいなら、信長に忠義を尽くした武人として名誉の最後を遂げたいと思ったのでしょう。しかし家康の弱気に徳川四天王の本多忠勝が猛反対し、家康も三河まで帰る決意をしました。さて、神君伊賀越えとして知られる家康の逃走経路ですが、堺から山城の国に入り、近江の国の甲賀から伊賀に入り、伊勢の国から三河までの3日間の行程で、伊賀はその中の25キロ程度と一部に過ぎません。それでどうして伊賀越えと呼ばれるのでしょうか。理由は、当時の伊賀が山道の難所である点と、天正9年に天正伊賀の乱で織田信長に殲滅させられた伊賀忍者の残党が信長の死去で勢いを盛り返し、落ち武者狩りに参加していたからです。信長の盟友である家康は伊賀忍者の恨みを受けていて、伊賀をいかに落ち延びるかが最大の焦点でした。それでも家康は部下と運に恵まれていました。まず徳川四天王が奮戦し、三河の大浜にたどり着いた時までに200名の増兵を討ち取ったとされ、伊賀出身の服部半蔵は地元の配下を動員して農民に家康を襲わないよう抑えていたそうです。また豪商茶屋四郎次郎も商人のネットワークで家康が無事に逃げられるよう手配しました。また信長が案内役につけた長谷川秀和は、家康の脱出経路決定や大和や近江国衆への取り次ぎをし、安全圏の尾張厚田まで家康一行に付き合い、堺で偶然居合わせた佐久間康政は土地勘があり、家康に加勢して逃走を助けました。このように家康は窮地に多くの人の助けを得ることができ、無事に三河に帰ることができたのです。この動画を面白いと感じた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイキン。